僕は立旦1歳0ヶ月。今日は久々予防接種頑張ったよの巻をお届けします。朝日を浴びて朝ごはんを食べたらボンヌと遊んであげます。僕はズボン脱ぎがち。流行りに乗るために銃を勉強します。パパのプロテイン見学。カメラに突進する僕。朝寝2時間しました。本日も音楽活動に勤しみます。パパの服をポイ。お昼ご飯です。パクパクと食べます。着替えました。カメラに突進する僕パート2。ファンサービスいいでしょ？その後お散歩と思いきや不穏な空気、嫌な予感。この感じなんか思い出してきた。まず1本目耐えた。全集中予防接種の呼吸、立旦の方、痛いの飛んでいけ。痛いね。痛いのは痛かった。なんとか服を着てすぐに泣き止みました。僕は強いのです。よく頑張りました。僕はリッタン1歳0ヶ月。一つ前の動画予防接種帰宅後の様子をお届けします。帰宅後はボーヌと遊びました。その後3時間夕寝。起きたら何やら届きました。僕の名前が書いてある。じゃーん。パパと同じ元年生まれの僕だから記念にこの一生餅も買ったんだって。ママが料理を始めたのでジュースを飲んで待ちます。卵を焼いて柔らかいご飯並べて、大根、海苔、かぼちゃ、卵、トマト、しらす、人参、トマト、納豆、全部僕が食べられるものでなんちゃってお寿司。豪華な夜ご飯。まずは記念撮影。お食い初めの時もつけた袴風のスタイ。さて食べます。マグロかっこトマトにするか、サーモンかっこ人参にするか。トマト苦手だから人参。最終的にはパパとママに食べさせてもらった。食後のスムージーもいただきました。お風呂に入ってボンヌに振られたけど、今日も楽しい一日でした。0歳リッタンの1日1秒動画が YouTube に上がってます。プロフィールにリンクがあるので、リッタンの1年間の成長をぜひ見てね。僕はリッタン1歳0ヶ月。今日はちょっくらお出かけしたよの巻をお届けします。起きました。少しゴロゴロ。朝ごはんを食べて昨日の風船でひたすら遊びました。本日も音楽活動に勤しみます。ママの友達から僕に誕生日プレゼントが届きました。手作りかわいい、ありがとう、宝物。朝寝して寝起き悪く起きてお昼ご飯。ちょっとテレビチラ見。着替えました。真顔。梅田へお出かけ。ロフトにスライムがいました。男心くすぐるこの床。パパがテンション上がってた。ママが少しヘッドスパに行ったので、パパとリンクス梅田のスキッツガーデンへ。0歳の時は無料だったけど、もう僕は1歳なので入場料払いました。大人に近づいて嬉しい。前来た時よりたくさん遊べて成長感じた。パパとメリーゴーランド乗ったり、滑り台滑ったり、滑り台登りたかったけど登れなかったり、たくさん遊んでハイハイしまくって遊び疲れました。今日も楽しい一日でした。アヒルさん、アヒルさんの、あ、僕はリッタン1歳0ヶ月。起きたら朝からママと絵本タイム。最近絵本の楽しさが分かってきました。朝ごはん、うまー。今日はかじるのが嫌な日。でもマクドでもらったプラレールはかじる。ボンヌも来た。ハーゲンダッツの蓋で遊びます。ご飯中のママを観察。パパとお片付けしたら、お着替えです。じゃーん。上下とんがりコーデ。フードは被るタイプ。僕の可愛い後ろ姿、靴下履かせてもらっていざ出発です。風を切って走ります。なんだか揺れが心地よくて。眠気が襲ってきました。なんとか起きたい。でも眠たい。眠たすぎる。結局眠気に負けた僕。そのまま3時間爆睡。寝起き悪く起きました。ボール食べてご機嫌。靴下脱ぎながら歩く練習。最近離乳食イヤイヤ気な僕。それでも結局最後は食べます。お掃除立旦。ボンヌのタワーもコロコロ。大きな成功を収めました。夜ご飯食べてお風呂に入ってボンヌと遊んで。今日も楽しい一日でした。最後にいただいてた質問の答えをどうぞ。この写真です。立旦かわいい。僕はリッタン1歳0ヶ月。僕の日常をお届けします。朝はママとイチャイチャして朝ごはんの準備の見学。待ってました。しっかり食べまする。大きなお口で豪快に食べます。鶴の恩返しごっこ。今日もボンヌに振られます。ママに登ります。またボンヌに振られます。テレビをつけて、ボンヌの爪研ぎを見学します。距離感大事。僕も爪研ぎやってみた。できん。おもちゃで遊びます。ハッシュタグ、ボール入れ好きとつながりたい。朝はいつもあっという間。お昼ご飯を食べてお着替えです。このサロペットはママが27年前に着てたお下がり。お昼寝、3時間爆睡。起きたらクリスマスの島次郎届いてた。念願の音遊びバス。これでまた音楽活動に勤しみます。おやつの時間、ボールうま。夜ご飯、ジュースだ、やった。ちょっとむせた。さつまいもご飯で秋を感じました。お風呂に入って絵本を読んでボンヌと遊んで、今日も楽しい一日でした。パチ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 。
僕はリッター1歳0ヶ月。朝はパパママどっちに行くのかレースを開催したよ。結果は一つ前の動画を見てね。ストローつかめた。今日も可愛い僕。朝ごはん食べてちょっくらお出かけ。まずはベビーザラスで必要なものを買ったよ。このピアノも気になる。今日はナンバーパークスに新しくできたベビースターラーメンのテーマパークに行ってきたよ。ちょうど星尾くんが来てショーが始まりました。とてもいい曲、いいダンスで音楽活動に活かせそうなので研究しながら乗りました。いい音楽ありがとう。僕が知らない平成を感じる。パパとママはベビースターカレーパンを買ってた。めちゃめちゃ美味しかったんだって。ずるい。でもすぐに遊び場に連れてってもらってカレーパンのことは水に流しました。ここはダットウェイプレイスタジオという場所で僕は2回目。やっぱり楽しかった。ベビールームでお昼ご飯食べたらすぐ爆睡。帰宅後も3時間半爆睡。起きたらパパのリングフィット手伝って今日の研究をもとに早速音楽活動に勤しみます。夜ご飯、麦茶かジュースか、ジュース。お風呂で疲れを流して今日も楽しい1日でした。僕はリッター1歳0ヶ月。今日はゾロのコスプレをしたよの巻をお届けします。起きました。朝ごはんを食べます。テレビが気になる。まだ寝ぼけリッタン。ママと寝室でまったり。このスリーパーは去年こんな感じでした。ママのピンもらってご機嫌。ママを踏み台にしていく。ママとピンで遊んでいく。積み木パズルをマスターした僕。本日も音楽活動に勤しみます。お昼ご飯くすぐったい。もぐもぐ。着替えました。寝ました。2時間半爆睡。起きました、寝起き。11月11日はワンピースゾロの誕生日らしく、ママ手作りの衣装でゾロになりました。ゾロリッタン、かっこいいでしょ？去年はこんな感じ。ルフィの時はこんな感じ。ナミの時はこんな感じ。成長感じる。夜ご飯です。久々にスプーンをドゥーンしようとしたらできんかった。広島のバーバから物資供給届き、僕にもおもちゃと服が入ってた。嬉しい。初めてのコマ、面白い。お風呂に入って遊んで、肩車してもらって、今日も楽しい一日でした。僕はリッタン1歳0ヶ月。今日は友達と久々に遊んだよ、の巻をお届けします。朝ごはんを食べたらお着替えして、お掃除してお出かけです。少し緊張してきた。7月ぶりに会うお友達、無事に再会です。思わず見つめてしまう。キュンです。友達のママに笑顔。卵のマラカスくれたから好き。いろんなおもちゃがあって楽しかった。もうスタスタ歩ける友達に刺激もらったよ。僕が歩けるようになる日も楽しみにしててね。たっくさん遊んだ後は腹ごしらえして寝ました。起きたらもう友達いなかった。また遊んでね。ママは友達のママとゆっくり買い物したみたいで僕にもミッフィー買ってくれてた。お礼にママのピタパを隠してあげました。本日も音楽活動に勤しみます。ママとキャッチボールして、夜ご飯食べて、ママに甘えまくってたらパパ帰ってきた。ボンヌも出てきた。パパに甘えまくります。新しい刀ゲット。ちょっと硬い。戻すのは得意。今日も楽しい一日でした。僕はリッタン1歳0ヶ月。今日はお家でいろんな遊びしてるような巻をお届けします。起きました。寝起きは悪めでござる。自分で絵本を選びます。ママに読んでもらいます。朝ごはんカメラを確認しながら、うんま。テンションマックス。さて何で遊ぼうかな？まずはリモコン。バリケードをくぐり抜けて、ボンヌの水を襲います。ミッフィーの動きを観察。ママがピアノ遊びを誘ってきたので、しょうがないから付き合ってあげました。ボンヌを見ながらタイヤを回してたらパパ帰ってきたので絵本読んでもらった。猫の撫で方の絵本です。すべてはボンヌのため。実践しようと思ったけど思いは交わらなかった。ママが美味しそうなもの食べてた。ボンヌを観察。3時間半爆睡。ちょっと遅めの昼ご飯。本日も音楽活動に勤しみます。パパのリングフィット手伝ってひたすら手先の運動をします。ボンヌにキュンです。ママのコスメでいたずら。夜ご飯食べてお風呂に入って今日も楽しい一日でした。できたじゃん。僕はリッタン1歳0ヶ月。僕の日常をお届けします。寝起き悪く起きました。おむつを替えてもらって僕の1日スタート。朝ごはん眠いけどしっかり食べるよ。ママにスマイル。空気をつかむ僕。絵本を物色します。着替えました。大好きなしまじろうの DVD を見ます。ママと一緒に見ます。本日も音楽活動に勤しみます。刀遊びもルーティン。今日も試行錯誤しながら鞘に収めることができました。ボンヌに接近。ボンヌに振られます。でも僕はめげません。急に眠気が来て力が抜けて3時間爆睡。起きたらパパにおむつ替えてもらって謎の挨拶をしてノールックで積み木捨てていく。こんなことするからいつも積み木なくなってママが家中探してくれます。めでたしめでたし。ボール遊び。机を叩けば昼ご飯。久々にスプーンをドゥーン。ボンヌを椅子の下に押し込みます。男3人で遊びます。夜ご飯。今日はいつもより多く机を叩いております。新生児の頃着てた服を着てみました。長袖が半袖になったね。今日も楽しい一日でした。僕はボンヌ3歳2ヶ月。今日は僕の一日をお届けします。
朝ご飯と水が新しくなるのを待ちます。さて優雅な朝ごはんタイム、毛づくろいは念入りに。コンビニ行ったみたいだから物色、撫でてアピール、これこれ至福の時間。僕のモフモフの中にご招待。弟起きてきた、ご飯食べとこ。クローゼットの中で朝寝。起きました。弟と朝の挨拶をします。適度な距離を保ちます。撫で方はやっぱり大人の方がうまい。お昼みんな出かけるらしい。割とすぐ帰ってきた。やっほーい、ほいさほいさ、良い子で待ってたよアピール。弟寝たみたい。よっしゃー、寝室で僕の時間です。邪魔します、一緒に見ます。大人を独り占めできるこの時間最高。その後は遊んで、弟見守って弟見守って、謎に弟に押されます。弟は本当に僕のことが好きみたい。やれやれ、寝室で待機。今日も楽しい一日でした。僕はリッター1歳0ヶ月。一つ前の動画、ボンヌの一日と同じ日の僕バージョンをお届けします。起きたけど眠い。これが冬の朝の辛さか。とりあえずママの元へ。机を叩けば朝ごはん。ジャンプを買うパパに付き合ってお散歩。ボンヌ来た。ボンヌに朝の挨拶をします。何もないベランダを覗く。最近日課の刀遊び。ゾロを超える日も近いかな。パパの仕事カバン押し倒す。ボンヌに振られます。着替えました。ママとお揃いのお化けミッフィー。ボンヌにバイバイして、パパとママのランチに付き合います。良きところで寝てあげる優しい僕。帰宅後も3時間爆睡しておきました。パパとママがなんか動画撮ってたよ。出来上がりを楽しみにしててね。癖の強いボーロの食べ方。後ろが気になる。カーテンの後ろも気になる。ん？誰か見てた？ボンヌと遊びます。キュンです。夜ご飯です。アムアム。お風呂に入って眠かったけどいたずらしてボンヌを押して、今日も楽しい一日でした。僕はリッター1歳0ヶ月。今日はスタジオアリスで遅めの誕生日フォトを撮ってきた4の巻をお届けします。朝ごはんを食べて着替えます。ボンヌ以外チェックコーデです。いざ出発。このハーフバースデーぶりのスタジオアリス、今回は5着チャレンジしました。まずは和装、紫色がよく似合ってるでしょ。お次はザ・バースデーのお洋服。帽子はぽい、帽子はぽい。モデル力の高い僕、まだまだ行くよ。お次は王子様みたいなタキシード、かっこよく撮ってもらったよ。帽子はぽい。お次はマント付きのタキシード、パチパチも披露。最後は恐竜さんになりました。最後まで笑顔を絶やさなかった僕、クランクアップです。パパとママはなんか燃えてるの食べてた。僕は眠くなって寝ながら帰宅。今日はよく頑張った。起きたらボーロ食べて、夜ご飯食べて、バーバとテレビ電話。お風呂に入ってボンヌ撫でて、パパとママが買ったクリスマスリースをお披露目。大きくて可愛い。クリスマス準備進んでます。今年のオーナメントはこれ、去年はこれ。僕が生まれてから一つずつ増えていくらしい。今日も楽しい一日でした。僕はリッター1歳0ヶ月。バーバと一緒に大阪城一帯の巻をお届けします。朝ごはん食べて着替えました。ママもさりげなくクマさんコーデ。いざ出発。到着前に寝ちゃった僕、ママとバーバは僕が寝てる間にお昼食べたんだって。食べ終わって起きてあげる優しい僕、寝起き。僕もお昼食べてインスタ映えして出発です。見えました、大阪城です。ベビーカーは入れないので、バーバの抱っこでお城の中へ。上から順にまず景色を見て、階段降りて順路に従って展示物を見ました。10キロの僕を抱えて階段ありがとう。興味深い展示物がたくさんで勉強になりました。記念スタンプをして終わり、外に出たら豊臣秀吉くんがいたよ。最初に来た大阪城未来座に戻って休憩しました。ママのソフトクリームちょっともらった。おいちい。これは人間？一応綺麗だったけど苦手でした。うとうと帰宅。パパにお土産。ボンヌの水襲えなかったり、ボーロ食べたり。夜ご飯食べてお風呂に入って、本日も音楽活動に勤しみます。今日も楽しい一日でした。僕はリッター1歳0ヶ月。あれ、なんか映像が古い。じゃーん、こっちが僕です。今の僕と同じくらいの時のママでした。さて、今日も朝ごはん食べて島次郎を見て着替えました。本日もこの愛車に乗って出発です。まずはママとバーバのランチタイム。今日も寝てあげました。食べ終わってから起きる優しい僕。僕もお昼ご飯、バーバにおむつ替えてもらって、僕の行きつけ、ダットウェイプレイスタジオへ貸し切りでした。まずこれに乗りたい。大満足。僕の可愛いアンよ。外出先でも音楽活動に勤しみます。手だとどんな音が鳴るかな。そして僕はこの日最高のおもちゃに出会いました。ボール入れ好きにはたまらんおもちゃ。でもなぜか入らない。試行錯誤して入りました。コツをつかんだぞ。ひたすら遊びました。僕これ欲しい。ママとバーバーはクレープ、僕はボーロ。家に帰って今日バーバーが買ってくれた絵本を早速読んだよ。光る。バーバー帰って欲しくなくて携帯隠したけど、やっぱり帰るらしい。寂しい。バーバまた来てね。今日も楽しい一日でした。